みなぎってみなぎってあふれてた。みなぎまくってもうたね。超合金ストライクだろ。ワイドワイド、ちょっと過ぎちゃいました。さあ、始まりました。じゃあ超合金でございます。はい、ゆっくりです。お願いします。様子が違うでしょ。すごいお金かかってる感じもしますね。セットは豪華でしょ。いつも何にもないですからね。いつも何にもないですよ。どうしました。さあ、今日はね、はい、特別企画、うん、ゾーン×プレイステーション5×吉本、一番面白いのは誰だ、はい、超発入ゲーム実況バトルに挑戦したいと思います。ゾーンとプレイステーション5のコラボを記念して、はい、吉本東京本社に設置された吉本芸人ゲーム部屋に来ております。はい、そうなんですね。そうなんですよ。ゲーム実況実際にやってなかったですね。やってなかった。はい、はい、そして、うん、このね、僕たちのこの目の前にあるこれですね。これがゾーンです。これがゾーンなんです。これがゾーンです。はい、ゾーン言い方あるゾーンって言うて、ゾーン、ちょっと正式な発表、ゾーンって言うて、ゾーンです。普通にゾーンって言うて、どうです、話。ゾーン飲んだことあります？いや、あのね、なんかデザインを見たことあるんですけど、実際飲んだことはまだないんで、デザインこれ、いかすでしょ、これ。クールといかすよね。はい、今流行りの言葉で言うたら、もうチョベリグですよね。超ベリーグッドですね。超ベリーグッド。古いです、古いです。古いですか。やめてください。はい。はい。ね。まあ、おしゃれな感じしますよね、でもね、なんかね。これはですね、はい、ゾーンとプレイステーション5とのコラボを記念して作られた、プレイステーション5デザイン缶なんですよ。お前、プレイステーション5と PS5? ね。入ってますね。でしょ？はい。現在ですね、はい、全国の店舗を対象にゾーンを飲んで、うん、プレイステーション5当たるキャンペーンを実施中とのことです。はいはいはい。キャンペーンの詳細はですね、うん、概要欄に記載のキャンペーンサイトからチェックしてください。はい、よろしくお願いします。はい、どうプレイステーション5、はい、どうプレイステーション5かどうで、はい、どうなのどっちを聞いてるんですか。プレイステーションどっちを聞いてます。こんなことを聞いてプレイステーション5ファイブ俺じゃされねえんだよ。あ、え何を聞いてたよお前。いや、こればっかりちょ、見とれてました、デザイン。ゾーンにね。え、欲しいな。欲しいでしょ。はい、ただでもらえるものは僕は何でももらえますよ。何でもね。はい、はい、さあ、せっかくなんでね、はい、ちょっとゾーン飲んでみましょうかね。ここまで来るの。そう、これがよしゃれなのよ、これ。しっかり感じするよね、これね。飲んでみましょう。はい、行きましょうか。はい、やりましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、話しくコントローラーもくださいね。はい、
願いします。ちょっとそれをちょっとお願いします。お願い、ちょっとごめん、ちょっとできない、はい、いや、出してください。いや、違うんです、その全部の指突き指してるんですよ昨日、家の扉をこう開けようとしたら、お前ただいま、あっ、あっ、ちょっと動かせない。いや、ちょっとやりたいんですけども、いや、やらないの、今日ちょっと僕できないんですよ。なので今日ちょっと、誰がやるの、藤本さん、え、やっていただこうという。いやいや、ちょっと俺、なんかの、ほんまにすっごい怖がりなんで、知ってます、知ってると思うんですよ。知ってます、なあ、はい、うん、結構、あの、低めに飛んでる鳥とか来てもらっちゃう、たまに、ちょっと、たまにありますけどね、うん、うん、はい、はい、はい、何々という、うん、これ、もう地下に入ったらちょっとビビってしまうところ、はい、そのぐらい俺、怖がりなんだ、はい、だから、いや、なるほど、逆にそんなあなたでも、こうね、楽しみながらやっていただこうということで、はい、こんな企画を用意しました。フジモンはビビらずにバイオハザードビレッジメイデンのガヤ実況ができるのか。いや、マジで、いや、マジです、ここはできるんですよ。マジでやる。ちなみにこのシリーズ結構ありますけども、はい、はい、ないです。え、どうしたんですか本当に、もうここビビってなるよ本当に、ね、ちゃんとやるの初めてぐらい、ちゃんとやるの初めてですね。いいでしょう、こういう人をかましめるんだっていうのを見せてやりましょう。さあ、それではいきましょう。超合金、今回はバイオハザードビレッジのビジュアルデモであるメイデンをプレイします。メイデン、はい、メイデンは本編バイオハザードビレッジとは異なる人物を主人公とした無料体験版となっております。無料体験版のメイデン、そうでございます。聞いといてしっかり聞いてください。さあ、それではやりますよ。じゃあ、うまい、まあ、これをちょっと食べましょう。ゾーンって言いなさいよ。ゾーン、ゾーン、これって言うなほんまに何やってんのお前このゾーンを飲んでですね、よし食べましょう。さあ、始まった。うん、って言うた。それは言うんですよ。何ここ、さあ、始まりました。え、お、お、何ここ、地下、まあ、暗いんで、まあ、地下ですかね。あ、トイレ、トイレ、トイレかな。トイレもあるの。トイレ、しといた方がいいかな。なあ、他にも、いや、別に他にトイレあるかな進めていくうちにトイレなかったら、ほら、あの高速のインターじゃないのでそんな、そこまで考えなくても大丈夫です。次、ほら、実際あなた行けるんで自分の家で行けるんで、トイレは行っといた方がええやん。大丈夫、大丈夫、それは大丈夫。トイレある時にやっとる、はい、まあそれはそうなんですけどね。あ、行ける、行ける、さあ行ける、あ、戻ったんか、これ。え、よく見ながら行かないと。戻ってる、目線上げてもらっていいですか。ん、目線を上に上げていただく。目線上に、はい、はい、はい、これでいいの。そこから入ってきたから、だから同じとこやろ。マリメ、これはこれどけれる、これ、いや、めっちゃ質感がすごいね、これこれ見て、これこのなんかちょっと素材、ゴム素材なの、ゴム素材みたいな、なこれなんかこう、魚屋さんがつける前掛けみたいな。ああ、そう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 、ね、素材ですよね。あの、持ったら重たってやつね重たいよ、そう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 、結構力入れる、結構ずっしりくるんですよね。んどっちか、もうこれまっすぐいけるやんか。まっすぐしかいかれへんやん。んあー、なんやねん、もうシャリーン、うわー、もう真っ暗やー当たり前ねー。おーい、進んで、そうそう、いるやろ、進みましょう、進みましょう。飛び散ってるよ。いや、なんか飛び散ってるやん。もうちょっと目線を下にする。なんで飛び散ってる、あ、なんかヘルプ、ヘルプって書いてるの。はい、助けてほしいんじゃん。兄弟、ブラザー、え、何を言ってんの。いや、読めや、何言ってんの。いや、自分で読めや。お前さっき言ってよ。行かれへんねん、さっきは。お前寄ってくれよ。ヘルプミーブラザーズって書いてますよ。あ、俺、助けたお兄さん、助けたお兄ちゃんってことは、誰かは絶対行ったってことですから、ここに。ヘルプミーブラザーやん。あ、いないね。あ、うわぁ、したー、どうした、これはなんかいる、息絶えてるよね、これ。え、め
大丈夫？もう大丈夫じゃない。いやいや、もう大丈夫じゃないやん絶対。いやもう。でもなんか背中にほら。うわ刺さってる？拾うって書いてるよ。拾う何を？だからその背中に刺さってるものでしょ。刺さってるやん。もうかわいそうに。さあ行きましょう。うわ抜けたー。チェーンカッター。うわでもおしゃべり。うわ口いいでしょこれ。うわなんか出てきた。出てきた。あーこの出てくる時の音楽やめてほしいな。ドゥーンっていうやつ。これ下ろすんやな。焼くのね多分。やろう。うわうわ急になんかこう生命感というかね、なんか出てきました。明るい日が。え何これ。うわ綺麗。何の部屋ここ。すっげえ綺麗。彫刻。うわ彫刻すごいなこれ。ほんまに遺跡を見に来た感じになってるなあ。なんかいいんしかも立体感あるし。うわ見とれてまうなこれ。上と繋がってるの。どんどん登るよ。いやでもすっごい。どんどん登るよ。はい。行くよ。誰もいてない。ああすごい。なんか屋敷っぽいところ。おしゃれ出てきました。女の子喜びそうなね。ちょっと入ってる。うんちょっと入ってる。うわなんか。ああ広いお屋敷。右の奥それなんか。お城これ。ほらほら。ああエントランスというかロビー。何これ。何やろうな。綺麗なシャンデ。うわこんな装飾が綺麗。あっ、うわ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 。いける？いくよ。はい。や首飾りなんか。固めの部分に穴が開いている。固めの部分に穴が開いてるってことはこれ多分埋めろってことでしょう。あ、め、あ、固めを。固めをどっかにあるんでしょう。うわぁちょな笑ってるやん。誰かいるやんか。笑ってるね。笑ったな今。笑った。絶対今の笑い声の主がどっかで見てるやん。どっか見てるやろ。おいおいもうおい分かってるぞ。こっちから見えてるぞ。見えてへんやん。見えてへんやん。どこで見てんねん。どっかで見てるやろ。上に上がって行くぞ。はい。ほら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 。何があるのかあの奥に。あっうん。え先客いたよ。いたいたいた。何。うわあっあっ。えどこ。あっ何どういうことやろ。あれ誰よ今の。なんやろね。出てくるんでしょ。よし。うわここなんか言うてる。なんか言うてる誰か。よし行くぞ。もう早く外出よう。こんなとこずっと行ってられへん。I want life。 なんで待てない。ディナーまで待てない。うわこういうことか。うわぁさっきの。うわ来た来た。あっ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 やめろって。出ろ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 走れ。はいはい出る。出ない出ない出ない。よし出ろ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 。よしよし中庭見えたやろ。右のそこそこ左奥。どういった？しまった。大丈夫。もう大丈夫でしょ。よっしゃー。髪高かったんやろな。いやそりゃそうやろ。めちゃくちゃ来たもん。へー待てないって。ディナーまで待てないんやろ。髪たいって顔しだもんな。いやまあ表情もよし出るぞ。もうはいはい来えへんよな。さっきのクリーチャーもう大丈夫でしょ。振り切ったはずですよ。よしこれでこれで鍵。中庭の鍵。これこれこれね、うん、これ使うのね。はいはい。よっしゃオープン。よし開いた開いた。うわー so we finally。 いや何。いやちょもう。うわ逃げろ逃げろって。いやいやうわーあーあーはい終了でーす。はい見事。はいゲームはこのゲームはクリアということですね。
クリアしたの今の、はい、最後爪でシャーってやられたの、はい、あれクリアなのってことですね。はい、ここまで。どうなの、めちゃくちゃひどきしたな、見てるだけでも。いや、すごいわな、すごい臨場感、臨場感が半端ないよ、これ。さあ、ここまで終了ということですけど、どうでしたか。いや、ビビリの俺でも、うん、なんかすっごいちょっと楽しめた。まあそうですね、すごい。あの、やっぱりちょっと謎解き楽しいね。箇所箇所にちょこちょこっとしたこの謎解きがね、仕掛けられてますから。うん、それはすごい楽しくて、やっぱりでもあの映像がめちゃくちゃ綺麗やね。そう、確かに、うん。横で見てても俺もすごい似てる感じになる。グラフィックがほんまにその場に似てるみたい。はい。あとね、あの、うん、コントローラーからね、あのいろんな音が出てくるのよ。あ、そうなんや。俺はちょっとこっち見て分からなかったんですけど。あとブルッと震えたりとか。はい、はい、はい。うん、それはより臨場感が味わえるというかね、はい、うん、でもちょっとほんまに俺と一緒ぐらいで声出してたで確かにやめて、吸い込まれて、お前の声にまた俺がもうビビってしまうのよ。そうですか、そうですね、はい、ちょっとわー言ってたで、はい、ほんとさあ、ただちょっとね、はい、あの時はガヤ実況で、実況できていなかった。いや、できてたでしょ、できてましたね。あと、館に入ってから、プレイヤーがおそらくずっと中央市で歩いてたそこはさ、プレイヤーに負担をかけたということで、あなたは待てー、俺も初めてやからさ罰ゲームってやからさ、罰ゲーム何でも目線が低すぎたら罰ゲームです。立っていただけなかったもんね。目線が低すぎて罰ゲームって何やねんそれ。兵庫キーン、それは罰ゲームでございます。なんで罰ゲームを食らわなあかんの。一生懸命やったよ俺。やりましたけど、ちょっと僕がちょっと余裕だよ。どうします、どうしますって、ね、いや、そのビッグシャチアタックか、はい、ゲームと同じようにあなたの右目にこれを埋め込もうって言って無理やろ、でかすぎるわ、でかすぎるわ。じゃあビッグシャチアタックということでよろしいですね。それしかないやん、選択肢ないやん。いきますよ。いや、めっちゃ怖いねんけど、もうなんでもあーもういや、ちょっと待って、もうほんまになんで、はい、いきます。それではあ、怖っ。ビッグシャチアタックまで5秒、前4、3、ラン落ちたね準備やればいいでしょ、これはね。そんなわかんない。ねえ、準備逆に考えちゃう。揺れてる、揺れてるよ。兵庫キーン、今回の対決はですね、動画シェア数と高評価を採点基準といたしまして競い合うということですので、はい、ぜひ面白かったと思った方は特設サイトからの動画のシェアと高評価をお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さらに概要欄に貼っている、特設サイトから他7組の動画も見れますので、そちらもぜひご覧ください。さあ、今日ね、プレイステーション5でちょっとゲームをやってみましたけど、はい、で、話もどうでした。いや、なんかほんまに、あの、ね、地下牢から上上がってきた時に、あの、あ、赤いところに来たっていう、あの、開放感、あれね、なんかすごい、なんかすごいすごい安心する、ほんま入ってまうよね、ほんとに、のめり込んでしまう、のめり込んでしまいます、ほんとに、面白かった。でも、やってみ、ほんまに、やってみます。もっとその、まあ、確かにほんまにリアルですから、こういう震えたりしますからね、本当に。はい、いやいや、本当楽しかったですよ。はい、さあ、僕らの実況を見て、はい、プレイステーション5をやりたいと思ったあなた、ゾーンを飲んで、プレイステーション5が当たるキャンペーンが実施中ですので、はい、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。あと、すいませんが、何ですか？気になってるんですけど、この白い缶はこれ何ですか？気になるよね、気になるよね。こちらですね、はい、EC 家電量販店限定のコラボ缶です。缶のデザインだけでなく、ドリンクの色もプレイステーション5をイメージした特別仕様になっているそうなんですよね。はい、ぜひこちらも買ってもらって、はい、どんな色か確かめてください。はい、いやはい、いや、楽しみました。初めての対応ほんま、あの、俺、なんで今までやらんかったんやろなって思うぐらい、ちょっとハマりそう、これマジで。入っちゃうとね、入ってしまうとこう、やっぱりもう、
はい、次がってなっちゃうんです。はいはい、だから俺あの今度ね、このゲームやるときは、はい、ちょっと話言ってね。なんで一緒に一緒にやりたいから。一緒にやりたい。ええ、まあまあ時間があればお願いしますね。わかりました。はい。これも飲んでね、このゾーンも。ゾーンも飲んで。はい。はい。ぜひやっていただきます。はい。じゃあ最後の話が、ね、締めのギャグの方、はい、お願いします。はい、お願いします。はい。おーほーほー。これ当てちゃいました。当たってきた。はい。はい。ゾーン。プレイステーション5。プレイステーション5。ますますの発見お願いします。おー、行こう。はい。三二秒し。二秒し、いや二秒し。ピーだ。ピー。おかしいな。ピッ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 何してるの？あれ言えないチャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。